こんにちは、カンノです。今日はですね、オリジナルタオルの入稿方法、これについてね、説明させていただきたいと思います。カンノ織物の場合ですけども、私ども あのホームページに入稿データのテンプレートっていうのがあります。テンプレートで、これはですね、あのイラストレーターのデータをそこに載せていただいて、で、ボタン一つで我々の方に入稿いただくという、そういった、テンプレートなんですけども、非常に簡単ですね。まあ、当然、インクジェットのプリントであるとか、PSD データ、フォトショップのデータなんかでも入稿できる製品もございます。インクジェットのプリントなんかできるんですけども、こういった場合はですね、そういった場合も入稿データのテンプレートに載せていただいて入れていただくこともできますし、そのままデータとして、ファイアストレージであるとか、宅配便であるとか、まあ、重たいデータなんかはその辺から入稿いただくっていうのが、簡単な方法やと思いますね。一番だからその辺ちょっと考えながらね、もしわからないことがありましたら、私ども あのこのビデオの後にですね、フリーダイヤル出てますので、こちらの方から問い合わせていただくのが一番簡単な間違いない方法やと思いますので、ぜひご相談ください。よろしくお願いいたします。